ランキングダイナマイト。あなたがサイコパスか分かる10の質問。質問1。あなたはひどい頭痛に襲われ、立っていられないほどの状態に陥ってしまった。そこへ一人の女性が心配そうに近づいてきたが、あなたはすぐにその女性を殺した。なぜ殺してしまったのか。一般人の答え。痛みがひどく、人と接するのが煩わしかったから、うざかった。などと答えるだろう。サイコパスの答え。サイコパスである異常殺人鬼エリザベートはこう答えた。他人の悲鳴を聞くと、自分の痛みが和らぐ気がしたから。この気持ちがわかるという人は、立派なサイコパスだ。質問2。あなたは知人、友人から借金をしているが、いつまで経っても全額返済しない。なぜか。一般人の答え。一般人は、返せるお金がないから待ってほしい。返すのが惜しくなった。などと答える。サイコパスの答え。サイコパスは、お金など借りていないと答えたり、嘘をついて、のらりくらりとかわし続ける。サイコパスは、借金をしたという概念そのものがないので、返す気が全くない。質問3。あなたは殺人を犯し、罪で刑務所にいたが、ついに釈放の日がやってきた。仕事を見つけ、住む家も見つけた。早速あなたは家の床を黒く塗った。なぜだと思うか。一般人の答え。一般人は床が汚れていたから、黒が好きだから、などと答える。サイコパスの答え。サイコパスは結婚を目立たなくするためと答える。出所して早々、次の犯罪のことを考えている。質問4。どこへ行くにもいつも一緒で、周りの人からも見ても、とても仲が良く、理想の親子と言われる二人がいた。子供が小学生になると、仲が良すぎて気持ち悪いとか、親が送り迎えするなんて恥ずかしいと、子供がいじめられ始めた。それから、この親は数ヶ月ごとに学校の生徒を一人ずつ殺し始めた。なぜだと思うか。一般人の答え。自分の子供がいじめられたことへの仕返しだと答えるだろう。サイコパスの答え。サイコパスは、殺人事件が起きれば、子供と一緒にいられるから、と答える。生徒が殺されるような状況なら、親が送り迎えしてもおかしくないからだ。質問5。フルコース料理を食べるときに、相手に毒を持って殺すことにした。あなたなら、どのメニューの皿に毒を盛る？一般人の答え。一般人は、デザートやその他の料理一品に毒を盛ると答える。サイコパスの答え。サイコパスの場合は、相手の苦しむ顔を長く見るために、すべての料理に毒物を分割して混ぜ込むと答える。質問6。孤児院で一緒に育ち、家族以上にとても仲が良い A と B という二人がいた。二人は孤児院を出て必死の努力をして、会社を起こして成功し、
お金持ちになった。その途端に B は A を殺した。なぜだと思うか。一般人の答え。一般人は事業を独り占めするためだと答える。サイコパスの答え。サイコパスは A が自分の過去を知っているから殺害したと答える。サイコパスは非常にプライドが高いことからこのような回答になる。質問7。あなたが家に帰ると見知らぬ死体が転がっていた。あなたならどうする？一般人の答え。警察を呼ぶというのが至ってまともな答えだが、隠したり処理しようとする。サイコパスの答え。サイコパスの場合は死体が転がっていることなど気にせず生活する。他人にとことん興味がないからだ。質問8。あなたは死刑が確定し、あとは執行を待つだけの状態だが、刑務所の中で定期的に人を殺した。なぜか。一般人の答え。一般人は殺すのが楽しかった。どうせ死ぬのだから道連れにしてやろうと思ったと考える。サイコパスの答え。サイコパスは定期的に殺人を起こせば裁判が起きるので死刑を延期させることができるのではないかと考える。質問9。大量殺人を犯し死刑となるあなたは死刑執行人に手紙を書いた。さてどういう内容の手紙を書いたのだろう。一般人の答え。一般人は命乞いをするため刑の執行を遅らせてもらうためと答える。サイコパスの答え。サイコパスは自分は大量殺人を犯したのだから自分こそが死刑執行人に最も適しているはずだと主張する。質問10。大量殺人犯が死刑台に立たされた時死刑執行人にこう尋ねた。なぜ俺が死刑になるのかと。これに対し死刑執行人はお前が田中さん一家を殺害したからだと答えた。これを聞いた殺人犯は何と答えただろうか。一般人の答え。一般人は俺は殺していない、もっと悪い奴がいるだろうなどと答える。サイコパスの答え。サイコパスはお前が田中さん一家を殺したからだと言われると、それは誰だと答える。サイコパスは他人に関心がないためこのような答えになる。サイコパスの殺人犯に裁判などで何度も何度も耳にしたはずなのに殺害した相手の名前を覚えていない人がいたそうだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。